おっす。ということで、どうもこんにちは、コウジでーす。ということで、本日も早速やっていきたいと思います。今日はですね、イーロン・マスクがニュース記事になってたんですけども、ピラミッドはですね、宇宙人が作ったんじゃないかっていうね、こういう説を信じているという記事を見かけました。それに対してですね、今日は物申すっていうところまではいかないですけども、ピラミッドの正体についてやっていきたいと思います。ということで、どんどん行こうぜ。実を言うとですね、古事記と言霊だったり、これだったかな、神道から見たヘブライ研究三部書とか、まあ他の本とかもそうなんですけども、言霊の研究でですね、実はこのピラミッドが何であるかっていうのは実はもう分かってきてるんですよ。でもちろんですけども、イーロン・マスクが言ってたような宇宙人が作ったっていうことではなくて、古代の人々が作ったよというところなんですよ。で、何のために作ったのかっていうところに言霊的解釈というかね、言霊のヒントが眠ってるわけですね。ということで、これをですね、ちょっとずつ説明していきたいと思うんですけども、まずですね、ピラミッドは上空から見ると実は八角形になっている。これは最近の都市伝説界隈とかでも有名なんですけども、四角になっているだけではなくてですね、光の当たり具合によって八角形に見える瞬間があるんですね。で、これをですね、いわゆるその日本ではですね、この八角形で、そびえ立つものは何かっていうと山ということになるんですが、日本でいうとこの山にあたって、この山の矢というのは八の矢ですね。そして間というのは、それを認識する範囲の空間のことを示しているわけですね。この八の認識する空間っていう広がりに対して山というふうにつけたわけですね。まあ、人間のですね、精神の自覚を言霊を持っていわゆるその体得するっていうところに至るとですね、最初の言霊はですね、これ精神の領域のものにあるものなんで、まあ、目には見えないと。これをですね、ちゃんと、構造をですね、形に持って表してみようってことで最初に行ったことがあるんですよ。それは粘土板に文字を書いて表音文字として表すこととして、まず最初に粘土板に文字をこう書いていったわけですね。で、この文字を書いていくだけではですね、まあ、一つの粘土板に全部書いちゃうとですね、この文字が動かせないから、その実装をですね、経過をたどることができないと。ということは、一個一個のですね、文字を、まあ、粘土板にこう書いていって、それをですね、バラバラにこうして最初はこう見分けてたわけですよ。これをですね、かき集めていくと、いわゆるここに山ができるわけですね。文字の山が、これをですね、古代の大和言葉では金山と言ったわけですね。金の山と書いて金山っていう風な表現してるんですけども、これ元々をたどるとですね、カタカナ、そしてひらがなのこのカナの部分ですね、カナの山でカナ山になったんですよ。そしてですね、その山というのは人間の5つの性能、いわゆる精神構造ですね、感情と、実践知識、そして欲望で経験ですね、あとは創造意志、このあいうえおで示されるんですけども、この5つの、次元層が、突き立てられていると。これを柱として見立てたということなんですね。この柱から八不院と呼ばれているこの8つの方向に対して、どういうふうにこれを生かして回していくかということで範囲を指定したもの、それがですね、山なんですよ。まあ、この突き立てられたですね、5次元の自分の自覚の世界と八律の封印、ここで勘を同行することによって現象が生まれるっていうね、こういうことなんですけども、例えばですけども、やいゆえよっていうね、これまあローマ字で書くと Y で示されるんですけども、 Y という封印があるんですね。で、この Y っていう封印はですね、いわゆる物事の認識する範囲の至る継続力っていう、こういう力道を持ってるんですよ。これ表現ではかなりちょっと難しいんですけども、いわゆるそういう至っていくっていう、こういう力道を持ってるわけですね。で、その力と自分の、例えばですけども感情の世界を意味している、これはあの次元なんですけども、この感情の世界の後、この Y がですね、感を同行することによって矢という言葉が出てきますよね。つまりこの矢という言葉は、感情の認識する八方向に対して広がって至っていくよっていう力道がここに現れるんですよ。これがですね、矢という言霊の持っている力道の性質なんですね。で、もう一つですね、まあ、同じ封印を使って、説明したいんですけども、今度はですね、この至る力道っていうものを持っている Y っていう封印と、自分の経験知識をですね、を感を同行させると、ここに世というね、言葉が生まれます。まあ、これをですね、今の説明で簡単に説明すると、至る経験則ってことになるわけですよ。じゃあ至る経験則って何なのっていうことになるとですね、ちょっとね、見えにくいかと思うんですけども、至る経験っていうのは、いわゆる物事の道理、循環ですね。
を、追ってですね、こう進んでいくっていう様のことを表しているわけですね。まあ、これはどういうことかっていうと、世の中の世というところなんですよ。世の中の世っていうのはいわゆる歴史であって、でそれを取り巻く時間であって、そして、まあ、端的に言ったら経験ですよね。この経験とか歴史とかその時間の範囲のことを世というわけですね。至るっていう力道を持っている Y の封印と自分の次元の O の次元と感を同行することによって初めて世という現象シーンが生まれるってことなんですね。まあ、このようにいかなる現象の確定っていうのは母音とこの封印というものを感を同行させて現象シーンとして初めて第三者の子産みとなって物質の現象となっていくわけですね。これを古代においてですね、この構造を明確に自覚していくために、先ほど言ったですね、その表音文字を使って粘土板とかにこう示していったと。で、この粘土板に示した文字のその力道を一個一個ちゃんと確かめた上で、これがですね、確実に流れないように文明に生かすためにどのような競輪を行えばいいのかっていう並べ替えを行ったわけですね。ただしですね、それをこうやっていく上でですね、まあこの言霊の世界から最初に文字として表した時みたいにですね、いわゆるこの文明、精神文明として回っていたこの文明の時代からですね、この精神の自覚を全く無視した状態で、もうとにかく現象だけを追ってですね、物質を探求するっていう思想が生まれたわけですよ。これがですね、おおよそ宇賀や吹会津王朝って呼ばれてるんですけども、まあ、日本で言えばですね、これは縄文時代ぐらいに当たるんですけども、だいたい5000年ぐらい前ですね。この時代ぐらいからですね、いわゆるその物質文明のいわゆる思想が反映してって、いろいろここから出てきたというふうに言われてるんですよ。結論から言うと、この物質文明はあえて進ませたっていう経緯があるんですけども、まあ、今はそこを置いといてですね、いわゆる、その世界に流布されていた言霊の原理ですね、この原理といわゆるそれを応用した形のこの粘土板っていうのは物質探求にとっては邪魔だったんですよ。まあ、いわゆる精神の自覚っていうものが あった状態で物質の探求っていうのは思想が全く逆を向いてるんで、これはダメだよねってことが分かってしまうので、これをあえてなくしたわけですね。そして日本に埋没させたと。で、物質探求がですね、当面終わるまでこの日本の中に三種の神器だったりだとか、あとは神話だったり童話だったり伝承だったり、風習などとして、日本にはこう残してきたわけですね。で、あとはこの言葉として五十音をちゃんと勉学として教えてきて、僕らはこの五十音を持って喋ってるということになるんですけども、それ以外のですね、国っていうのはいわゆるそれを概念化させた形の、例えば数ですね、数字っていうものの概念と、それから五代とか五行とかですね、あと陰陽道とか、こういった形の概念化されたものに進化してって伝わっていったと。だから本当の意味で言霊の実相を理解するものではなくて、概念化、比喩表現化されたものが世界に浸透していって、そこから物質探求の錬金術とかにつながっていったわけですね。で、ここをですね、まず大前提に考えていった上でこのエジプトを見ていくとですね、その名残である精神文明の象徴としてエジプトのピラミッドっていうのは建てられていたと。人間のですね、5つ建てられた柱ですね、それを取り巻く8つの方向に対して広がっているっていう、これ精神の構造、これを上から見ると八角形になっていて、まあ、いわゆる日本の八田の鏡っていうものをこう表しているわけですね。古代のこのエジプトっていうのはその精神文明の名残があって文明が運営されていたっていうことがこう見えてくるわけなんですけども、まあ、物質文明が盛んになってくると、まあ、いわゆるここでですね、錬金術だったり古代のこう魔術だったりね、初期的な魔術だったり、こういったものの概念が生まれてきて、いわゆる精神っていうものをこう見るんではなくて、客体の物質、この物質の中身がどうなってるのかとか、こういった破壊分析っていう思想が生まれてって、そこからですね、反映していった各地の文明と、まあ、同じようなその破壊分析っていう思想の同士の中で宗教的な争いがあって、まあ、エジプトっていうのは破滅させられたと、こういう展開をたどってるわけですね。ただですね、この日本に伝承とか神話が残ってるように、実はエジプトにもですね、精神文明のこの名残がですね、伝承として残ってるわけですよ。それが何かというと有名です、スフィンクスの謎謎。これはですね、朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足の生き物は何というスフィンクスがですね、まあ、旅人に対してね、こういう質問を投げかけたっていうね、こういう神話が伝承として残ってるんですけども、まあ、これはですね、もちろん今では有名ですけども、これ人間のことを指してるわけですね。僕らはですね、こうやってよちよち歩きの4本足から始まって、成人になると2本足で歩いて、最後は老人になって杖をついて3本足になるっていうね、これはですね、その人間のこう熟年するっていうこの期間をですね、朝と昼と夜っていうところで表してるわけですね。そしてこの質問をしているスフィンクス、このスフィンクスが謎などとしてこう出したもの、その答えは人間であるっていう、ここのスフィンクスの後ろに5つ建てられているこのピラミッドが、その人間の精神の構造を表していると
こういうことなんですよ。つまりですね、古代の人々も含めてこのスフィンクスもそうですけども、なぜこのような神話を残したかというとですね、人間としてのこの精神構造をですね、可決した状態で物質文明が進んでいったこの時代に対して、いずれこうまた精神文明が取り戻していかないといけないから、このような伝承を残したわけなんですけども、いわゆるこのピラミッドの象徴を持ってですね、物質文明の今の現代人に対してですね、原点に戻りなさいという警告を出しているわけです。まあ、もっとね細かく知りたい人はね、やっぱり本当にこういう本とかね読むと、特に言霊のこの本の中にですね詳しく書いてあるんで、それをですねこう読んでいくとだいぶこう腑に落ちたね、ところに落ち着くと思います。まあ今回のようなですね、いわゆるその、まあ、イーロン・マスクさんのこの発言だったりとかっていうのは、いわゆるその言霊のさっき言った王の次元の経験則なんですね。この経験則っていうのは歴史的な経験則ももちろんあるんですけども、自分の経験則なんですよ。いわゆる科学でもずっとそうですけども、自己経験則だったり、過去のこの経験則からですね判断をして、これは間違ってる、最新のこれはもっとね分析が進んだから、これは辻褄が合わないからこれは間違ってんだって言って、こうやって上塗りしていくっていう、こういうのを、今のこの尾の次元のね経験則として、まあ物質科学っていうものはこう進んできてるんですね。でもですね、こうさっきね不韻とこの母韻の話をした時のようにですね、自分の精神のこの次元から感を同行したことによって、まず物質が起こってるっていうことの自覚を持てばですね、この物質に何か真理があるんじゃないかって探求していくこと自体が、そもそも精神文明からするともう全くもってこの精神の原理が備わっていない、自覚の持ってない黄泉の思想だということを言ってるわけですね。だからですね、人間のそのね、どんだけ進んでる今の科学者でも、自分のその考えてるね、考えられるですね科学的範囲からですね超えてっちゃうと、これは宇宙人が作ったっていう言葉が出てきちゃうわけですよ。まあ、宇宙人からアイデアをもらったとしか思えないっていうような表現だったら OK なんですけども、これは宇宙人が作ったとか、これは宇宙人が絶対にいるっていうこととして認識するなんですね、これ全く別問題なんですよ。こっちはまるで宇宙人からアイデアが降りてきたような発想だっていう、この表現の世界なんで、まだ全然 OK なんですけども、これで宇宙人がいるっていうふうに言っちゃうのはですね、本当にその客体物質的にずっと破壊分析して追ってってる思想としてですね、ずっとこう変わらないんですよ。これをですね、日本では天津金木音図とか、赤玉音図っていう音図で示されていて、まあ、金木音図で示せばですね、あかららで終わってしまうと、和に至らないわけですね。らとして流れていっちゃうんですよ。でこれをですね、あとらで占める荒ぶる神というふうに呼んでるわけですが、これはですね、日本の精神の原理が分かっている人が見るから荒ぶる神っていうふうに言えるんですけども、じゃあこの本当にこの荒ぶる神である実際のですね、この欲望を持ってですねずっと探求をしている人たちっていうのは、この精神のあいうえおの自覚がないわけですから、この横のかから始まるんですよ。かかららで終わっちゃうんですね。つまりあとはっていう、ここの精神構造の自覚がないわけですよ。かかららで終わるものをですね、何というかっていうと、空回りというんですよ。つまり文明はですね、今この時点で行き詰まっていると。でもこれだけ科学が発展してきて、同時にですね、まあ、世界各国でやっぱり精神的なね欠如がたくさんあって、これは欠如って言っても自覚してないだけであって、意識的に自覚してる人もいるんですけども、明確にそれが見える化されてないわけですね。つまり今この時代にはですね、この科学の発展もそうですけども、精神のこの自覚っていう、この見える化が必要なんですよ。この見える化がですね、必要になってくることで、確実に活躍するのが日本ということになってくるわけですね。つまり、イーロン・マスクさんにですね、宇宙人はいませんよと、これは昔の精神文明の人たちが居つき立てた象徴であると、これがピラミッドであるというところをですね、まあ伝えたいんですけどもね、なかなか向こうには伝わらないので、この動画がイーロン・マスクにね届くといいなと思っております。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。